局回しっぱなしだったな。ギア突っ込みとかが多すぎんねん。そうかな、そうかな。あ、いや一応あるけどさ、俺もさ、ほら汚い族だよ。まあ、うん、まあ筋にも俺に言わせたら俺の部屋なんてお前ゴミ屋敷って呼ばれるわ。え、だからある程度基本ね、うん、緩いはずなんだよ。なんでかな。あ、でもえ、あ、そうそうそう、一つ聞きたかったのがさ、うん、で、なんかこの手の仕事って、まあ、仕事納めが26日やん。うん、え、何、もう有給消化か何かに入ってんの？そう、昨日から。あ、6日間だけ残ってたから。あ、そう、ここはね。また親父に怒られる。え、でもだいぶ低くないよ、これ。うちの車でこんな知らんけどな。今、おもちゃ言うのって知らんからね。そう、その通りや。だって行きます。まあ、言った俺も太っとるしな。今何キロ？今78。え？がっつりきたね。結構前からまた増えたね。増えた。ああ、がっつり増えた。全然変わんない。56とかだから。すげえな。それは羨ましいな。まあ、食うのが食うからな、俺は。普通食べるよ。めっちゃ完食するし。完食は低いよね。うん。だそうだ。あの、ね、お菓子のゴミの山からしてみたい。ああ。いや、あれとも、捨てた。ゴミの山。それも書いてるな。いや、もうそこのドン・キホーテとかさ、フェルナとかで、やっぱ、買い込んじゃうんだよ。買って全部食っちゃうからな。で、お菓子買わんもん俺。あ、お菓子はもう食わんで、最近ポテチも食わんくなった。なのに太った。お菓子でも出るわな。アレルギー体質なの？よく本当にあれ、よくあのアレルギー体質ってあそこ大丈夫だよな。あ、まだね、実家の方が猫がいることがひどいね。あー、そっか、猫がいることは。仕事をどうするかっていうのは、部屋どうするかな。いやいやいや、もうこれだったら仕事とワンパックで考えてた方がいいから、うん、まあ、今回じゃないけど、ね、社員業のあるところの方が手っ取り早いし、まあ、自分でも自分で、問題はそこで続くかどうかだよね。そうそう、そういうことだよ。もう俺は今の仕事も完全に座っとるよな。え、でも、あの、ぶっ、うん、調べたけどさ、うん、給料安くない？まあ安いよ。うん。結構基本給の時点で20万いけなくない？いかん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 。うん。おい、この前本当に全然残業しなくてここ扱いやんけど。うん、あ、いやいや、一回オンエア使ったわネタ。うん。あ、なんか、ね、あの35歳14、手取り14万。そう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 。手取り14万やったらな、うん、おうって。なあ。で、この後も、その後にも本当に全く残業のなかった月あったって言っとったやん。うん、あの月はね、うん、手取り15万切ったでね、おはおやっちまったーって。うーん、まあちょっと安い方かもね。だからこの業種の相場がどれぐらいなのかよく分かってないで、うん、あ、その組み立てとかそっちの方に入ったらしな、うん、あ、全然給料変わってくるの、うん、で3交代とかでやったら手取り25は絶対超えてくるような感じやろ多分。大体20、手取りは23だ。ああ、うん、まあ出勤日かける1万円はあったって感じ。うん、手取りだよな。だからなんかそれ基準だとやっぱなんかちょっとね、気にしちゃうね、やっぱ。まあ基準見るとやっぱそうなんだけど、まず今は派遣、うん、上位、正社員だけど派遣みたいな。うん、あれが多いな。まあ、うちも今行ってるところの感じがそんな感じってそんな感じですよ。でもなんとなく知ってるんですけど、こちらの田中ちゃんのフェルナーが、そう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 、
単純にこっちからいたらあっちの方近いから行くよ。終わりです。あと市街地の方から行くとさ、何やかんやって結構困る。北側とも違いますか。これも一号さんまで今つながった。え、なんかもっと向こうの方までつながる計画があるらしいですね。早いやろ、この辺は。うちの整備に関しては早い。で、トマトスが。あ、こっちやな。トマトスの浄水点に合わせていきゃいいんやね。今も500円なんやろかね。ん？何が？あれ500円だ。あ、今ちょっと値上がりした。確か600円だ。600円か。うん、今年行ってるっけね、優先には。10月以降変わってるかな。あ、そうだ。俺10月回ってから行ってねえよ。うん。うん、あの、柿畑のね、ハイウェイはです、あそこだいぶ値上がりしたから。あ、そうなんだ。今800円だよな。あ、そうだ。お風呂も620やったのか680やったのか考えてみたら俺今週4回目の温泉や。いや今のところがさ、うん、ほらあの湯の山温泉近いやん、うん、いやいかねついつい行っちゃうね、うん、アクアイリスもいいし結構あのあそこだ希望層とか、あグリーンホテルもいいな。あグリーンホテルもいいな、うん、グリーンホテルが一番好きやな。あそこ700円か。そう。そ今の休日のね、アクアイグネスが見つけたら。そうそうそう、アクアイグネス800円、あのコンビニだよね、だから。これだ。いや、なるべくも変わらないコンビニだ。うん？あ、全然コンドル。うん。これでも、アクアイグネス行くときは、朝の出勤前。ああ、そうや。まあ、8時、まあ、7時40分ぐらいにさ、あの、事務所行きゃいいでさ。で、6時からやっとるやん。で、朝行ってので、7時回ってからぐらいやったら、ほんと一子やん、うん、みんなだってそんな仕事に行くのに、うん、その時間じゃ間に合わんやん、うん、でガキもおらんからすっげえな入りやすい。あ俺がとんでもないあの競合店長スタッフさんに用意何があった。いやあのコロナワード作るときにさあの先行でさこれを調査してきてとか言ってさ料金の調査かもしれないとか報告者かもしれないとか嫌なのさ、自分が全部見てるんだろうな。めんどくさいの。あれこれ、三好方面入った方がいいかな。あ、そうなんだ。こっちから行った方がいいかな。ない？そう、なんか三好から上手行ける抜け道はあるのは知ってたけど、具体的なルートは分かんない。三好の方面向かってたんだけどさ。いいしな、しばらく走ってねえか、俺もな。そんなにこっち方面から行くことねえからな。海津がメインやでさ、うん、海津とか本とかあっちの方が普通にあの朝日町の方経由で行くと上手に行くよ。へぇ、あっちの方が俺が近いじゃないと思ってんだ。地図をチラッと見とるときは、うん、まあまあ道間違えとるかもなと思っとるときやで、はいいくらなんでもね、ぐるっと回りすぎたな、多分。うん、うん、この辺りもすげえな。もうちょっと行ったら、三好の剣舞行けるの。三好の剣舞より行くことある。まだ行ってない、あそこ。あ、10時までやってる。行ったこと本当に行く。あの、インターンの。まあ、行った。うん。そこまで言うとったら大変だもんな。うん、でも、剣舞も昔よりだいぶ高くなっちゃったよ。まあ、そうだろうな。なんか普通に下手するとザ・ビッグで売ってるようなやつが安いみたいな。この辺りはこれ上手かったね。ここ逆ちゃう。南向いてるよね。あ、うん、これあの普通に炭工場も買ってくる。炭工場も買ってくる。あのまま忘れても行き過ぎとるんや。しかもうちはそうや、うん、本町からスタートしたのやで、だいぶ南なんや、うん、どれかでかすぎる本町とこれ言っとったらあかんけどなトヨタの高岡とかになってきたらもうトヨタって呼んでいい
サナギとかアスケとかももう今取れたんやけど、アスケが取れたんやけど意味が分からんやろ。あそこ夜中の3時ぐらいまでやっとるもんね。ちょいちょいや、はい、ちょいちょい今日校長さんの話やったな。ちょいちょい言っとった、うん、金さんそこ厄介なのは、うん、であの人数によってさ、お一人様代の料金が変わったりするやん。ああそうね、ややこしいやん、うん、ほらね、他の人ってどうやってやってるかっていうと、うん、もういちいち電話聞くさ、うんうん、お客さんのふりして、うん、電話かけて、うん、何名で 何日頃に予約の検討したいんですけどとかって言って、うん、かけてバーって切って切って、それからしばらくしてからもう一回今度は何名でとかって聞く、うん、自分のお店、まあ、ちょうどちょっと暇やった時に普通にこれ三好ってか西あのこのまま行ったら東郷やん。東郷の方行っちゃうね。由楽の方行っちゃう。あれどこやったっけ。あれ言うこと思いついた。ナビがついとる、うん、車が。そうナビって使えるはずやんな。使えるね。ちょっとどっかに通ってナビ。全然ナビ使ったナビ使ったことないさ。もうナビ見る癖がないもんでさ。えこのとこ手もみラーメンなんだろ。ここに行ったことあるよ。ここがめっちゃ繁盛店。えあそうすごい。でもね止めにくい。そうやね。バックで止めようとしたら、うん、ここで一度ウインカー出して、うん、バックせなかった。美味しかったよ。あれ美味しそうやったな。なんかマイアミみたいな感じやったな。マイアミあの駐車場の感じが。あの四日市のさあの激ニンニクラーメンのところ。あ、これそれ分かんないじゃん。あ、マジで、うん、結構有名なところ。四日市の有名なラーメン屋ってあの足のあっちの足の八足か知らなくてさ八の足派のこと。八の足派、はい。あのちなみにそのあのそのうちの市長さんの方はもっと八の足派の方ですから。マジか。はい、これでも食ってるよ大丈夫かい。あれ言いにくいよね、あの店ね。大丈夫かいなんであんな店員さんだろうね。聞こうか、今から電話して聞こうか、うん、もっとキャッチーな方のが口コミで広がると思うんだけど。なんか十分キャッチーやん。蜂の足派ってなんじゃって。いや、あれまず読めない。読めたとしてもうちみたいに噛む。優先しのでなんで9軒もあるんやろ。あ、そうか、いろいろあるのね、優先じゃないの。ああ、そうだね。あれなんかすごい湘南とかにもあるんだ、うん、200キロ先だよ。行くかい、うん、あれこれ合ってたよな。いや、でも距離的にこんなもんだよ。いや、これ、ちゃこれ、この1から行ってさ、これさ、うん、名2巻のところやろ。ああ、あっちの優先地。そうや、こっちは。あ、あったこれこれや。6.4 キロのものか。あぶねあぶね、こっち先に出したよな。何取れた。距離順じゃないよね。ご自慢してた。いや、そこに慣れてねえからさ。全然外したな。そこや、1号5や、うん、1号5や、これ1号3で行ったな今、はい、うん、そこやな。なんかおかしいなと思ったらそうやろ。あ、イオンがあるよな、この1号3ずっと行ったな、うん、あっちだよな、俺があのバケツパフェじゃねえ、あのピッチャーパフェを食べて、一人で食べて、死にかけたことがある。ああ、キャッツカフェがあるんだ。そう、キャッツカフェ。でも今、あのキャッツカフェ、今もう亡くなったんや。実際の標識や交通規則に従って、まさにそこで、そのパフェを、およそ、どうぞって言ったのが、その飯田です。飯田に行った嫁さんや。